ということで、えー、板谷孝一さんに今日はですね、えー、あの何でしょう、えー、いつものカロリーの話をしていただこうと思うんですけれども、最近ちなみに何かあの告知とかないんですか。先にしちゃいましょう。かあかあ、告知ですか。はい、えっと4月1日に 1>、はい、なんと私の、えー、そうです、イベントにかぶっちゃったんですね。イベントと被ってて、いちいやいやいやプ,プラスワンのあの、うん、方もちょっと。 もう考えてほしいい的なななの内緒思わなくもないですけど、はい、<laughs> えと4月1日のちょうどお昼ですね12時から、えー、新宿のロフトプラスワンで、えー「妖怪玉手箱」というイベントをやりますで、えー、僕は裏方なんで表には出ないですけど <laughs>、はいえー、表ではですねし家、えーえー、の竹川理長さんとがトップバッターで、えーうん、ちょっと語りはのありの中国の。 文学に詳しい明木先生という方がいらっしゃるんですけどもうめちゃめちゃそ,<の>そっち行きたいですけど、はい、その方に、えー、中国の妖怪にまつわるあれこれと、うん、で、えー、日本の妖怪は忠勝美と、はいでえー、それからあの。えー 偽書系で、義書の研究で有名な原田さんが、うんえー。それに彩りを添えるみたいな感じな、まあまあの身、ね、ええー、四部構成です、ね。みたいな感じす、ね。いや、あの、一応ですね、戸隠則は薄めよう、薄めようとしてるんですけど。<laughs> いや、でも、キャスティングは。ほ、ほ、あのー、ほ、ほ、ほ。えっとですね、こう、もともと、えー、妖怪玉手箱のイベント、多田さんの、はい,い、多田克己のイベントなんですけど<あ>、えー。妖怪研究家ということで。はい、もうちょっとごく、こっち。あい、いはい。はい。 妖怪研究家の忠勝克実が主催っていうか自分でプロデュースしているイベントなんですけどもともと忠勝克実っていう人物はですね国書刊行会って京極夏彦さんと組んでいろんな本を出していたという前歴があったせいででもともとどちらかというと文学的な部分とか水木しげる先生のあの 弟子だったとかそういう話とかかそううい話でどちらかというとそっち側に偏った人脈が非常に多かったんですけどうん、うん、僕らとすることになったのでじゃあそっちの人脈じゃない妖怪を、えー、できないかなということでそしたら都学会職になってしまったともともと <laughs>、まあ、都学会が,あの人,材が宝庫だ人材の宝庫というかう、ねうん、多彩な人材がいるところだったので、うん、つまみがゆしているうちにそうなっちゃったというのがで他にもですね一応まだあの えー、この人呼びたいとかあの人呼びたいとかって考えているところがあるんですけどそちらはなかなか。えー ハードルが高くてですね。割りとトガ会だと、ええ、で、あのそうそうメール一本で来てください、いいよで話すよすかね。そうですね。あの普段親しくしている方だとそういう形になるという話ですね。うえ、わかります、わかります。で、えー、今回はそういう形で進めて、ちなみに私自分のいあのイベントの宣伝すっかり忘れてたんですけども、4月の1日にあ同じやつで<え>こっちは小さいね方のネイキッドロフトの方でえ4月1日の 昼間にですねあのー、なんだ えー、なんて名前だったっけえー、本を出したいプロ作家、普通の人のためのプチ出版社の作り方というイベントやなんかそっちも楽しそうですね。ねこっちはね、あの、超ニッチなイベントなのであなんかでもなんかそっちのお客さん取られそうだな。いや、取られないう。取られないなそ,そっちの方が実務的じゃないですか。あのー、<laughs> ただ役には立ちますよ。だから、えー、企画が通らないプロ作家とか本を出したい普通の方の向けのために、えー、あの、自分で本を出して、かつ、アマゾンとか、 あのね、書店流通させるにはどうしたらいいのっていう話をします。えー、なので役には立ちますが何、えー、て言うんでしょうね,、えー、ねネームバリューの。 あのー、どうなんですかねこあの、今回ちょっと集客が相変わらず読めてなくてただほら、ネイキッドロフトなので気楽っていうのはありますねロフトのシステムだと確かにそううですね、えーあのー、もう20人くりゃ全然いいですこ、ね、こが,が小さい方がていうかこっちは逆にです、ねうん、来るのかなって気がでもその夫人なら、水なさんお出になるんですか えっと水上さんは今回、一応お呼びはしてるんですけど、みえか、ー、みさんは、えーね、一応です、ね、妖怪玉手箱ない輪ルールで、3回続けては出さないようにしようということで、皆さん、今回2度目なんですけど、原田さんは、うん、飛び石になってるのかな、ちょっとそういう絡みです。 なるほどで水上さん前回2回続けて出ていただいたので今回お休みで、明木先生が前回初登場だったんで今回2回目と、今回初物は李朝さんっていう形で明木先生は面白そうだもんな、明木先生、面白いですよ、明木先生はもともと妖怪の専門家じゃないなんて言いながら、ですねネタはもう、ちゃんとした中国のもので揃えてきますので、中国といえば化け物の宝庫ですからねね。 なるほどというわけで、えー、2つのイベントございますけれども、どちらも12時会場ぐらいの感じですそうですね、うちも多分十12時会場、ね、12時半開園で。4階玉手箱では、ですね、えっと、一応お客さんにお昼も食べてもらおうという考え方をしておりまして、<laughs> なので、12時ぐらいからスタートもう本当の理由はですね、お尻が詰まっちゃうんで、4時に終わらせなきゃいけないっていうふうにすると、うん、4人で。 4時間のイベントだと1人1時間しか持ち時間が持てないので、うん、1> <laughs> 1人1時間しかっていいうのはすごいっすごね <laughs>、ええまあ、そ,それでもあの対談とか入れちゃうともっと縮んでしまうので,うで、ねええ、だからなるべく皆さんに長く話して長く楽しんでもらってうん、うん、もちろんお客さんにも、えー、そのやっぱり話し始めの最初の時間より後半になって盛り上がってきたところでプツって切れちゃうのは、うん、面白くないのでうん、うん、ゆっくり楽しんでもらおうっていうのが。 基本的な考え方ですね。ねしかしあの多田さんがこのね。 イベントは人来るけど本を書けというのは非常に私、毎回思うんですけれど、ね、あそうなんですよだからね、多田さんをぜひ、ね、バーバラさんの方の会長の方に <laughs>、ね、聞いてもらいたい逆と、ね <laughs> えー、多田さんがあの悪いのか世間が悪いのか僕はちょっと計り知れないことがあるんですけどいやでも結局で、ね、作家の責任は本を書かない,いやまあそうなんですけど、うん、ただ多田さんあの、一応僕がいつも聞いてる話だと原稿書いてるそうなので今年は何冊か出ると思います。はい、もうっっちゃったからね多田さん,ちゃんと 書いてくださいね。もうあのー、あれ、第二の金沢は一にならないよ <laughs> い。またまたそういう危ないことを。<laughs> いやいや、えー、<う>で、ただですね、あのー、もうこれ面白いんですけど、多田、うん、さん、あの肩書きが一応妖怪研究家っていうことで。妖怪研究家っていうのは、やっぱりあの日本で。 もういろんな日本で妖怪の研究をされているという方は結構多いんですけど、はい、あの自称じゃなくて、本当に妖怪研究家で食べているのはただ勝美だけだということですけども、原稿を書かずに食える食うことができるのかっていうのは、いま、ええ、だに私、信じてませんので、ええ、もう僕はそのところは伺い知らないところがあるんですけど、はい、だから、書けて言っといてください、ええ、原稿を。<laughs> というわけで、えーはい、早速ね、このええ、歴史はカロリーで動く、早く同人心しろというご意見が大変多いんですけども、<laughs> そうなんですかね、今、私、引っ越しとね、あのええ、娘の卒業やら入学やらでね、ちょっとバタバタしてて、ええ、すみませんでうの まあ、あれなんですけどなので絶対にこうゴールデンウィークには間に合わせたいという感じでございます <laughs> プレッシャーが別の意味で見てえ僕もという感じなんですけど、まあえー、とそれはちょっとあ、えー、話を戻しましてであのでも面白い歴史サミットってイベントはやろうと思って歴てもちろん板谷さんとか面白い歴史チャンネルで喋ってくださってある、ね、大本営発表さんとかをお呼びして。ええ あの同人誌の即売とトークイベント両方やるああそれはなんか僕も行きたいですね,ね<え>僕いつもあの最後みんなが終わってからこうコソコソってやってきてちょっと喋ってコソコソって帰る感じなのであんまりなんかあの前半の方とご挨拶したことないのでなのでいろいろお話ししてみたいと思いますなんかね大本営発表さんっていうかおし大本営発表を何だっけえっ、ー、とこと折島一平さんの話だと、ね、歴史 歴史オーターの芸人なんていくらでもいますからって言ってて「えー、じゃあもっと紹介してください」って今メール打ってるんですけど <laughs> いやあのやっぱり本を読むとかそういうことになると、うん、統計立てて読むときに、うん、あの一番安心して読めるのが歴史の本ですよね。ええ、例えば純文学、うん、今回あの田中さんと円條さんが芥川賞を取ったんですけどどっち読むって言われた時に。うん ど,どう思います <laughs> すみませんんどっちも <laughs> 読んで,ないで実はこ,んないこれに対して、うんえー、直木賞の方時代小説家の方なんですけどだからちょっと本棚にバッといった時に、うんえー、時代劇の小説があるのと、うん、あると、うん、純文学の小説が並んでた時に、うん、どっちを ろうって思いますやっぱりねエンターテインメントである時代劇の手に取りますよね時代劇ってやっぱりね安心感があるんですよ特にねタイトルから内容がすぐ想像できてしまうという安心感があって例えば今回大河ドラマだと平清盛みんな平清盛知ってるんですよ知ってますねでも詳しくは知らない詳しくは知らないけど結末が分かっているというこの安心感はもう歴史系では絶対外さないですよねだから あの逆にアンチ三国志ととかって意外と売れないんですよ、うん、あの最後に「蜀が勝つとか「語、うん」が勝つとかっていう「三国志」を書いても、うん、あのやっぱり「義」が勝たなきゃいけないっていう歴史の中ではもう「義」が勝つっていう歴史があるんで、うん、そっちを読んでた方が安心感があるっていう、うん、安心感とは言わないかもしれないですけど、ね。まああのー なんて言うんでしょうね結末が分かってる本って私すごく実は好きで、ええ、あだからネタバレって言って怒り狂う人がいるのが実はちょっと理解できなかったりするんですけどまあそれはさておきなんかすごいくしゃみが出そうなんで突然出ちゃったらごめんなさい、はい、というわけで <laughs>、はいえー、今日歴史はカロリーで動く人気シリーズ」でございますがあの今日はどの辺りのお話を まあ今日は「歴史チャンネル」じゃないということでちょっと話、はい、経路を変えてみようと思ってんですバーバラさんあの、学問が学問として成立するための,、はい、ための条件っていうのは何だと思います,ですかあ特にあの科学は科学であるための条件っていう。 歴史学とか経済学とか、はい、文学はちょっと例外にして、うん、学がついてるじゃないですか,、うん、なか歴史学と文学は基本的にあの文化系とか文学とかって言われてる学問なんで、はい、ちょっと経路が違うんですけど特に経済学とかは、うん、あの学がついてるんですけど自称ではあのサイエンスと名乗ってるんですよ、ね。なんでサイエンスなのかっていうと、うん えーまあ、これはいろいろなぜサイエンスなのかって価格哲学っていう分野があって、はい、<laughs> もう完全にバリバリの文化系の分野なんですけどその人たちがガヤガヤ言ってるんですけどうん、うん、大よそのところですね、うん、あの価格が科学であるためには、うんえー、予測が立てられて検証できるっていう 工程が必要なんですねだから、あの、歴史はカロリーで動くって言って、カロリー理論っていうのはもともと経済理論の一つなんですよっていう話を最初したと思うんですけど、うん、カロリー理論っていうのはちゃんとそれで、えー、未来が予測できて、うんえー、この後そうなるっていうのが検証できなきゃいけないんですよ。うん、で、その検証手段として歴史を一つ取り上げているっていうのが、もともとのカロリー理論の特徴ですね。だから、うんうん こういう現象が起こるもともとはカロリーが原因なんだっていうことはカロリーがこういう状態になっているからこういう現象が起きてるんだっていうふうに未来が予測できなきゃいけないというこれがあの、えー、いわゆるサイエンスがサイエンスたる理由の一つってやつですねで、まあ、これをあの イギリス経験主義っていう歴史的にはややこしい話がついてくるんですけど、はい、まあちょっと大雑把に置いといて、はい、要は、えー、カロリー・リオンでも現状から未来が予測できるんだよっっていう、うん、そういうううそ話をちょっとしたいな、ね、やっぱりねこの話がすごくみんなに面白いって言ってもらえるのはこんな面白い話しててって詳しい歴史に詳しい人に言ったら、はい、すごいつまんない答え返ってきてそれって国力の話でしょってそうじゃないのって。<laughs> あの国力なのかもしれないけど、ええ、それをカロリーって言い換えたところがものすごい面白いんだってばって言っても、ええ、さっきも山崎さんと話してたんですけど、ええ、マ,マニアの返事はつまらんっていう <laughs> <laughs> のをもししともと、ねね、カ,カロリー理論というのはあのエンゲル係数とかあの、うん、マクドドナルド陛下ビッグマック陛下とかとすごい。うん えー、親しい関係を持ってるんですけどそれよりまず一つはメンタリティーのところに着目をしていっぱい食ったやつがどうなるかっていうのを見てると <laughs> そ,そいつの育成が読めるなというところですね。とにかく私のような歴史嫌いが楽しく聞けてるってだけでも,ものすごい <laughs> あの面白いと思うんで,であとあの国力って話が出たんですけど、はい、実は国力とカロリーというのは微妙に違ってたりするんですねだから前もちょっと話したと思うんですけど、はいえー、大航海時代ってイギリスは国力はあったけどカロリーは だからカロリーを求めて海外に出ていってカロリーがたくさん取れる要するに肥沃な大地を得るために植民地を得て強くなっていったっていうでそれによって自分たちの国に食料輸入をして、えー、代わりにアヘンを売ったっていう。 えーまあ、ちょっと今の大幅にはしょってで吉先生から怒られそうなはしょりですけど <laughs> そ,うそ,うそ,うそういう時代があったので、うん、実はその後、えー、その植民地が独立しちゃったとイギリスは一気に国力低下をもたらしているという現実がありますでも、まあ、それでもイギリスという国はやっぱ世界の大国の一つではありますよねでそういうことを考えると自給率とかそういうふうに考えて自給率とかで考えてしまうと例えば。えー、あの アメリカとか自給力はすごい高いはずなのに、うん、なぜか今不景気であんまり。 よろしくないとかああ、ねね、国が強い割にはとか逆に、うんえー、冷戦下でものすごい食料輸入国だったロシアとかは今、うん、イケイケどんどんい状態じゃないですか、うん、だからそういうふうに考えると別に国力とカロリーとあんまり結びついてなくてただ、国カロリーっていうのは1つの指針として考えることができますという話ですねこ、うんうん、の「この面白い歴史チャンネル」は面白い方が優先なので、うん、<laughs> もう全然 OK でございますよ。 であでそれで、じゃあどうやってカロリーで未来を予測するかという話なんですけど、大きい国の歴史を予測して、ああ、当たってましたねとか言って、あんまつまらないので、例えばですね、ちっちゃい国、ちっちゃい国、ちっちゃい国はちょっとね、危ない国が隣にあるので、あはい、はい、そうっすねちょっと間が空いた隣ですけど、あそこは本当に今欠乏、カロリー欠乏気味で、いつ。 えー、あ,あれは某、ええね、北なんとかって国は、うんええ、カロリー欠乏しすぎてるけど、はい、あれは間違いなく崩壊するんだよねえーっとですね、難しいですね、みんながと、特に隣接してるアジアの国はどう考えてるかわかんないんですけど<あ>、えー、韓国が北朝鮮どうしたいかっていうのが、すごい強い意志が働いています。<laughs> でそその分かりやすい例で言うと例えばドイツっていう国が東西に分かれてた時に、うん、え西ドイツは東ドイツ全部もらうから、うん、俺に任せろって感じでできたんですね、うんうん、それはあの西ドイツ、まあ、当時のボンを首都にした国ですけど、うん、あの国が非常に高い国力を持っていてその後大不況き来たんですよね。大不況 ってて言えるほどは来てないいと思いますよだあの、もちろん一時的に不況になってるんですけど、うん、それでも EC のなあの、e、当時の、e うん、ECEU EC の中ではナンバーワン経済国のまま来てますんで,ですドイツはやっぱりあの食えない東ドイツってもう本当に食えなかったわけじゃなくてジャガイモは取れていたとかそういう微妙なところがあるのでつい最近もありましたよねジャガイモの種芋を北朝鮮にドイツが。うんうん 輸出したみたいな話がちょっと出てましたけどでそれに対して今の北の方の国は非常に危ない状態にあるって言われてるので,でじゃあその危ない状態の国を引き受けるだけの国力が南の国にあるかっていうところがバランスですよねでとりあえず日本は俺は絶対を引き受けないぞって言ってる状態なのであのもう一つの超大国であるえ中国と。 韓国がどうしたいかっていうところでもうほとんどわかりますねあ。あのカロリーはそこにどう関係してきますか、ね？えっとですね、カロリーはもう全然ないわけですよね。カロリーは全然ないんですけど、うん、例えばあのわかりやすく言うとその、うん、北朝鮮の国民性は、うん、食べられるやいいやっていうふうな状態まで言ってるのかどうかというのは僕らからお伺い知れないですよね。ねだからそこのところは難しいんですけど、うん、北朝鮮はとにかく。 外から食料ををどどんどん入れて国力を増したいんですよただあの人口が少ないのでそんなに実は人が思っているほど大量の輸入は必要なくてでじゃあその時に国力が落ちちゃった時にどうしたかっていうと。えー 自分の国が生き残るためのカードが必要だからというので核兵器だとかロケットだとかっていうのを作っているっていう,ふうなごくごく普通の答えしか今のところ出てこないんですけどえ今度、逆に周りの国はじゃあどうかっていう,ふうに考えた方が分かりやすくて今、韓国って非常に景気がいいじゃないですか,だからカロリーもどんどん集まっている状態ですよね国力があるっていう言い方をするとカロリーも集まってるんですけどじゃあ、その国力を潰して北朝鮮を受け入れられるかって 厳ししいでしょう、うん、そうするとこの飢えたかわいそうな国をどうしたらいいかっていうと韓国としてはかわいそうだが俺とお前は喧嘩してるから、うん、俺はあえてお前を無視する、うん、だけどお前が滅んでしまうと困るからちょっとだけ援助してあげるみたいな感じの状態がずっと,ずっと続くように思うんですね <laughs> でもこれはもう子どもの喧嘩と一緒なんで、うん、兄弟が飢えてる時にあの兄ちゃん東大出て、うん、あの。 いっぱい稼いで会社の社長やってるんだけど、うん、弟はあのヤクザで競馬で <laughs> 借金してアパレアに住んでるみたいな状態だを想像してもらえばいいんだけど、うん、兄ちゃんとしては死ぬのは気持ち悪いからとりあえず小遣いはやるけどっていう、うんうん、俺の生活もそうですよねで、まあ、普通だったらこの関係で終わっちゃうんですけど実は韓国にとって非常に問題なのはライバルで中国っていうのがいるところですね。うん あの中国という国と韓国っていう国は、えー、今非常にライバル関係にあるとあなんで,、はい、でえ何、ー、て言えのかなあの韓国っていうのは、はい、日本の株式が日本株式会社と昔言ってたあの、うん、国を挙げて会社を助けるっていう非常に恐ろしい政策を取ってましてはい、はい、本当知ってます？<え>すごい恐ろしいんですよ本当に韓国って四十歳超えると会社がいつでも首切れるっていう。うんあら はい、すごいでしょう <laughs> じゃあ、リストラが合法的にそ <laughs> そうそう合法的なリストラができてできで、ね、でだからあの財閥は超金持ちに、まあ、ちょっとあの今のだけじゃないんですけどいろんな法律に守られていて財閥はどんどん金持ちになるけど庶民に金が降りていかない財閥イコール会社なので、うん、会社はどんどん大きくなるとで国内での競争をさせないっていう政策なので、うん、国内は1社か2社しかない。うん、だから携帯電話も韓国のメーカーカって 日本に入ってるメーカーが全てなんで、じゃあ、独占禁止法ってだないんですね、政策的に独占させてるんで、うん、だから自動車とかもヒュンダイとダイユですよね、うんうん、日本もかつては健全なる競争っていう名目のもとに、会社を5社ぐらいに絞ったんですけど、うん、さららにそこからもっっっと絞ててるっていうなんか、すべてがアサヒガラスみたいな感じになってるわけですね。そそうそう,そう,そうですそうですす <laughs> だから えー、その状態なので、えっと、すごい国としてパワーがあるんですね、うん、あの外国から見た場合、うん、韓国が非常に外国から嫌われるのはもうその一点に限られてるんですけど、うん、韓国、確かに技術力もあって生産性も高くて優秀な国なんですけど、それで商売やられたら外国はたまったもんじゃない、うんまあ、昔の日本も同じだったといえばその通りなんですけど、うん、日本は。 政治がバカだったっていう歴史も一応あって、です,すごい、俺もね、なんかたぶんみんな忘れてるあの世の中の人ってあんまりちゃんと覚えてないからす,すみません、今、視聴率がどんどん上がってるんですけど、えー、この話、そんな面白いですから、みんな忘れてるかもしれないですけど、うん、あの高度経済成長期って、日本って何を輸出しろって国が推奨してたか知ってます,何ですか着物とか竹細工とか <laughs> いや、ま、これ、真面目な話なんですよ。俺をいいでるのかみたなす 工業製品に対して、まだ日本は自分に対してプライドとか自信とか持ってなかったので、高度経済成長期には、いわゆる経産業にすごい力を入れていて、それを輸出することにえ力を入れたんです、戦前の話じゃないでし戦前じゃないです、本当にその記録映像とか残っているんで、万博、ちょうど70年万博の時にあにの、今の,あの高,島ただ高島ファミリーのお母さんが、えー 日本ってこんな国なんですとかって言って紹介してるやつの紹介にはもう当時のカラーテレビとかそういうのは全然出てこないんです、うん、で、それが、えー、民活ですよね、通産省だけが偉くて、うん、通産省が力を入れて、うん、あの、国内で競争をさせて、うん、競争させて勝ち抜いたものだけが輸出をさせるっていう、うん、その自動車も、うん、えー、トヨタ、うん、日産とかっていうのがもうガチで国内で競争して、うん 国内で強くなったやつがそのまま海外行くっていうそういう戦略を取っていたせいでなんかこう天下一武道会はまず国内で優勝者をまあだからそれが <laughs> えと今、日本ではガラパゴスて言われてるんですけど当時はそれがすごくうまくいってて、はい、とにかく日本の国内で競争させることによって、うん、非常にデザイン的にも洗練されてるしうん、うん、性能も良くなったものがそのまま出てってるんですよ。うんうん、だから、えーまあ、トヨタの 外国における日産トヨタのブランドは非常に成功したし、うんえー、国内でカラーテレビ戦争ですねテレビの有名なメーカーが当時4社ぐらいあったと思うんですけど、うん、その中で、まあ、特にソニーがトリントロン管で優位を保ってそれがそのままアメリカに行ってアメリカのテレビは全部ソニーだっていう時代が。 <laughs> やってくるわけですよそんそんな時代があったんです、ね、そうですよ、だからね <laughs> 不、もう今考えると不思議ですよね、でうん、それが今は国内,の国内の競争が激しすぎて、うん、ガラパゴスって言われてる携帯が出て、うん、なんか、うん、<な>私、でも、柄系って意味、ずっと分からなくて、ね、柄のついてる携帯かなと思ってて、ね、なんすかそれって聞いたら、ガラパゴス携帯って、 だから進化の枝道にそれてしまったダーウィン・フィンチみたいにバリエーションはいっぱいあるけど海外では一切使えなきゃい携帯っていが 携帯端末出した時にガラパゴスってつけてもう失笑みたいな感じだったじゃないですか、ね、あれはもう完全にシャープのシャレですよね、うん、俺は自信持ってるっていうで僕はエンジニアとして、うん、でもあっという間に売らなくな,ったり<う>なりましたよねガラパゴスあまあそれはえまだブランドとしては残ってるんで,そ,でそれはついちゃいけないんです <laughs>、はい、ただあれキンドールとか他のあの電子ブックとの対抗品なんでまあこれからどうなのか分かんないですよね、うん、電子ブックはね分かんないです本当に、うん <laughs> あの 本が、うん、本読む人って紙の本がいいっていう人結構多いんでそうですね、うん、じゃあ、みんなその電車の中でガラパゴスとかキンドールとかで、まあ、iPhone で読書するかって言われると微妙ですよね実はですね,ね、あのー、携帯端末がもうちょっと小さくなってもうちょっと軽くなればすると思いますどうしてかって言ったら日本の電車混みすぎてて、ね、この方うが、ね、めくるのに都合がいいんですよ。 そうそう、ボタン一発でピッピってめくるのは確かにそ、ね。あの、なんて言うんですよこう、こうでも、えー、ボタンでもいいんで。あのー、ただ問題はですけど。<や>そもそも、か、えー、本を読む人口自体減ってんじゃねえかっていう。いや、僕、それは,はね、ちょっと実はあ、うん、あの、反対で。反対でっていうのは。ああ反対ですか。というのはですね。漫画の読む人口が減ってるんで。相対、うん、して本読んでる人口増えてんじゃないかなと思ってるんですよ。何もしないってことはありえないでしょう、はい、どうでしょうね、ただ、あのー。 活字は読むけれども、うん、読むのはウィキペディアとか、うん、あの。なんていうの、えー、ネットのホームページであって。あ、それはあると思います。私もだって、実は本を読むより、最近ウィキペディアばっかり読んでますからね。そういう人結構多いんですよ。ウィ、ええ、キペディアは、分量的には、新書一冊分くらいの分量あったりしますからね。ものによってはあのー。なんていうのかな。楽しいんですよね。ええ、あと、リンクリンクで飛んでいけるし、ええね、だから。でも、まあ。 私さっきも山崎さんとの話で話したように、ええ、一旦出版業界はもうどん底まで落ちて解体して、ええ、そこからまたウゴの竹の子のようににょきにょき出てきてもう一回一からやり直そうよって考えなのであそ,のその間をね石の下に耐えたたきを耐え <laughs> 忍びたたきを忍び虫のように生き残ろうと思ってるんですけれども。あ 何の話でしたそううそそれで戻ってですねガラパコスかじゃない北朝鮮の話でしたっけ要は日本はそういうふうな話で国内で競争力をつけた企業を外に出してって言ったんですけど韓国はそれをやってる余裕がなかったので韓あと韓国は今日、ラジオで聞いたのは国内の人口は日本より全然少ないそうですよっていう。 中の市場が全く期待できないから外交し外交それは後付けですね。うん、まあとにかく。 えー、だって、それ本当にそうだったら、うん、韓国の国民あたりものすごい豊かになっていてうん、うん、今頃モナコ並みの経済を所得になって <laughs>、はい、だって、あれですよ今テレさっきあの、うん、ソニーが世界のテレビを支配したって今、世界のテレビはサムソンなんだから、うん、逆に言えばあのソ,ニーのソニーグループの全社員と同じぐらいの人口しかいないと考えると、うん、みんなソニーの給料でもらってるっていううふ、ん、にして考えて。 えー、いけば今みたいに韓国の物価があんなに安いわけがないでも、サムソンの株って、半分ぐらい、日本企業が持ってるんですよねそれはいろんな考え方がありますけど、うんうん、ただ、株半分ってっても、その半分、うん、残り半分は財閥が持ってるんで。 まあ、あのというわけで韓国は期待できないなですで、えーまあ今、そういうふうに言っていに韓国株式会社で韓国という一つの企業になっているとエンタープライズになって、うん、あのどんどん輸出させていると、うん、でその輸出の時,の時に、うんえー、問題になってくるのが中国で、うんうん、中国は、えー、これから、えー、安いものを輸出するんじゃなくてもっと高いものを輸出したい、うん、電気製品を輸出したい自動車を輸出したい。 悪い言い方すると武器とかも高性能な武器を輸出したいという、うん、その輸出産業として一番、うんえー、今、敵になっているのが韓国なんですよ、うん、だから、中国は何をすればいいかというと、うん、北朝鮮をおってもっと韓国に帰省しろと。ああ、まあままね,、うん、ね皆さんねあのそういうことはけしからんと思うかもしれないけどね。はいあの 戦争とかね、そういうのって全部政治ですから、ね。そう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 <も>。そうなんですよ。で。えー、で、わかりやすく言うと、韓国、うん、中国は脱北者が来るとで。あの、あそこの。ところに脱北者が来ないように。うん、高い。 高い塀というとうちょっと視覚的なイメージががあそこに川が流れててそれを越えると中国なんですけど、うん、越えないようにこうガードしてるんですよでたまに来るとあまた逃げてきたこれはみんな北朝鮮がどうのこうのとかっていうような話を盛り上げることによってどん,どん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 韓国の方に人を送り込むとで韓国が、えー、北朝鮮とくっついて国として貧しくなってしまえば中国はその間に世界の工場としての地位を確立して輸出をさせたいと。 小さい韓国と中国が敵対というかライバル関係なんですか、はい、それは可能なんですか可能ですね、だから製品1個当たりの単価で勝負するというふうに考えると、うんうん、韓国が1つ物を売ると1万円儲かるとかっていう場合うう、ねうん、中国は1000円しか儲からないから、うん、10倍の規模でいいわけじゃないですか。 じゃあ日本はさらに高いからって話になるわけですね人口も多いしみたいないだから日本がいいのは、はい、本来日本が韓国くらいの企業でこんなに景気悪かったら一発で国がおるんでしょうなくなっちゃうけどた <laughs> またま国内需要があるからガラパゴスでもいいっていう話ですよね、うん、だから国内だけで生きていける企業がいっぱいあるから、うん、あ自己満足させて、まあ、カロリーの話でいうと国内の食料が あ日本って実は自給力ってめちゃめちゃ低いんですけど、うん、国際自給力は、うん、ただあの国内に保有するカロリー量めちゃめちゃ高いんですよ。どういうことになるんですかえっと例えばお米なんか自給率も9割以上を超えてますよね、うん、だから要するに主食であるお米がカロリーとしてぐっと入ってきてることによって、うんうん、まあだから まあパン食の人間はさっさと死んでしまうかもしれないですけど少なくともお米があるっていうことによって一日,日,日のカロリーのかなり高い率はそこで保有できているとまあだからそれがあったんで江戸時代も結構高い人口を保ってたんですけどだから結局のところいざとなったらっていうふうに言った時にその安心感があるのかなという気はしますけどね。で ちょっとその北朝鮮に戻すと北朝鮮とか韓国っていうのは実は肉文化なん <laughs> あそうですよねだからあの食料として非常に偏りがあるんでで肉,肉は肉でももうもう牛の肉ですよねそうですねで実際肉食ってるのかって言われるとちょっと微妙なところがあるんで <laughs> あの多分麦とかそういうのを食べてるんだろうと思うんですけどそうやってお米食べますよね、はい、お米食べますね、うん、でも日本ほどは食べない、ね、えっと寒いからです、うん あのえあの今北海道も米どころになっちゃったんで何とも言えないんですけど昔はだ日本はさめちゃめちゃ品種改良熱心じゃないですかそうですよ韓流ドラマチャングムの誓いとか見るといつのシーンも息白いんですよ寒いんだねってうちの母が言ってたいや寒い寒いと思います夜のシーン絶対息白い寒いですよ。 結構上の方なんですよね北海道北海道までは行か北朝鮮は行きますけどそこまでは韓国は行かないと思いますけどね、うん、ただ寒いのは、はい、あの太平洋がないからです日本は太平洋側の湾流でこう暖かい空気が南の方からグーッと上がってきて、うんあまあ、テレビ見てる人だと逆ですね,ねこういう感じで上がってくるんで黒潮で <laughs> で黒潮って実はどこまで上がるかっていうとこの東日本震災で、うん、あの。 津波の被害を浴びたところほとんど全部が暮らしは一応届くことは届くんで、うんうん、国全体をそれで温めてくれるんですよた,ただの暖房ただの巣はない寒い寒いよーっていう感じで <laughs>、うん、常に息白いですからね本当にかわいそうなぐらいですけどねじゃ、まあ米もちょっと育ちにまあだからでも食べ物の観点でいうとやっぱり主食がないっていうまあ肉だからっていうところもあるんですけど、うん、麦とか肉とかはやっぱり 単位あたりのカロリーが低いんで食料事情はどうしても悪くなってしまう確かにねチャングムの誓いの料理見てても米の料理っってあんまななかた気がするんとかの缶とかでございますなんとかの缶とかでございますってるんだけど貧しくなってくるとお米はお米で食べられなくなるんでお米を粉にして食べるようになるんですね米粉料理になってくるんですがえなんでですかなななんんででお米を粉にすするることとか貧しくあの あなんかこういうこと言うと関西の人に怒られそうですけど、はい、あのお米炊くじゃないですか炊,す、ね、炊く時にあのあ炊く時っていうよりもうちょっと前の段階から言った方が分かりやすいかなお米を種もみのまま持ってると隙間が空くじゃないですかます、ね、だから運ぶ時に、うんああね、たくさん回数かけけななきゃいけないですよね、うん、だから豊かなところは、うん、お米を米のもみのまま運んでもみのまま 調理するってていうか脱穀しその食べられはなんでかというとそこまで物流的に余裕があるからですだけど貧しいところは1回で大量に運べないといけないんでだんだん粉になってくんですよ。それは小麦も同じですか小麦はまたちょっと別の理由があってですね小麦は単位当たりのカロリー数が米より低いんで同じ量のお米を食べたらお米の方がお腹いっぱいになるんですよ。 小麦はもっとたくさん食べなきゃいけないんでというん、ってことはあの同じ量食べられないから粉にしてたくさん食べられるるようにするっていう海軍で、ええあのー、なんでしたっけおなあのパンしか出さなかったら暴動が起きそうになっておにぎり配布してそれを収めたって話があるぐらいですけど、ええ、やっぱり、ええ、パンの方がお腹すくっていうのは根拠あるんですね。まあ、でもパンは パン自体もそれはそれっていうのがありますけど <laughs> す、ね、あのー、日,本日本でいうと粉文化だとやっぱりあれですよねあのお菓子が、うん、そうですね、ええ、お菓子とかそうですねき菓子とかああ、ねはいうもんですよね,ねパンにして食べるっていうまああとうどんがあります、ね、うどんもそうですね だからすぐお腹すくんだよねいや基本的に粉にするのは保存のためなんで、うん、保存するとか運ぶとかっていう時に粉の方が有利だから粉にするっていう事情があるんですよね、うんな,はい、なので、えー、貧しい地方に行くと米になる米が粉になるとで、えー、北朝鮮の話で,で北朝鮮の話あ、まあ、北朝鮮はそれによって、はいえー、南,南からは、はい、お兄ちゃんごめんお兄ちゃん今お前の面倒見てられないんだって言われてるし、うん 中国からはあのもっと頑張れって、うん、お前も,もっと貧しくてもいいって韓国のところにプレッシャーかけられればそれでいいみたいな感じになってるのでこの国際情勢の中で、うんえー、独自の地位を保ってるわけですよ貧しいことによって地位が保てるやつっていうまあ変な話ですけどあの日本国内でも、うん、あのヤクザな兄弟っていうのはなぜか、うん、なかなか破産しないじゃないですかううん、うん、そうですね、うん。だから同じように彼らもずっと残ってる可能性高いですよね。うん、え、じゃあ、あのー 下手すると最近の中国の垂れっぷりから考えると、下手すると中国の方が先になくなってしまうかもみたいな中国はですね、えーと、なくなりはしないけど、分割の可能性がありますねささっきの山崎さんと同じ説で,す、ねえー、で分割っていうのも、うん、あの表立って国が分割するんじゃなくて、はい、地域差がどんどん開いていくような感じがします。あ えとだって農村地帯と、はい、上海のあたりとかって全然違うじゃないですかそうですねしかもじゃあ上海のあたりが裕福かっていったら高い金出して買ったマンションがすっかすか <laughs> それはあの前のと前の時の話をした通りですね都会に行くと人は貧しくなるんで、うん、あれそういう話をしたけど、はい、都会に行くと要するに田舎はカロリーが豊富だからお金がなくても生きていけたんだけど、はい、都会に行くと金がないとカロリー取れないから貧しくなっていくんですよはい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 。 だから僕らもそうじゃないですかほら、はい、都会で食えなくなったら田舎行けば腹いいいっぱい食えるみたいなお金はない好きなものを買ったりはできない,い,ううないけど、うん、だって大体ライターとか作家でもできなくなったら田舎に そうそうそうだから、あのー、そもそもです、ね、カロリー理論ってもうすごい根が深くてです、ね、僕は子供の頃帰る実家を持たなかったので、はい、田舎と親父が東京に出てきてたので、うん、だから田舎に帰れば食えるって発想が全くなかったんですね、うん、だけどとも大学とか入って就職するってやつらが東京でとりあえず就職するけど、うん、仕事嫌になったら田舎帰ればいいから、うん、いいんだとかっていう話を聞いてあ田舎の方が実は裕福なんだっていう。うん みんな都会に憧れて出てくるけど都市の空気は人を自由にするっていう言葉がありますけど実際に自由にはなるけど、うんうん、カロリー的には低いんで、うん、やっっぱ生活しにくいっていてうでも、ね、それは耕す畑のある地域の話であって、えー、あでそれも含めてなんですけど、うん、実は田舎の方に行くと、うんえー、もともと物価が安いってそれ安いう。 ちょっと働けば食っていけるっていう。うちの母なんかはね、あの新潟の佐渡島出身なんですけど。ええええ、いても職がないから、東京に出ざるを得ないんですね。あそこは、あはい、はい、はい、わかります。分かりますだから、あのー。なんていうの、全員出てきて、現在に至るって感じですけど。それはね、工作する土地がないんですよ。そう、そう、そう、そうですね。うん、それはわかりますね、うん。だから、あの、でも、普通は、ええ、な、なんか。 例えばライターでうまくいかないと田舎に帰る帰る田舎がある人はいいよなとでそれは、えー、と佐渡島っていう地域で限定しちゃうからそうなんで前ちょっとディスクロージャーのあーディスクロージャーって言葉を出さないで説明したんですけど、うん、あの要するに。 里ヶ島っていう地方だけで考えちゃだめでうん、うん、都市対地方って考えたときに地方はすべてに広がってるんですよだからその衛星都市のところどっ衛星都市とは言わないんですけどそのどっかの田舎のところに自由に人が流れるようにしてしまうことによって、うんえー、それなりなことができるっていうなんか日本列島改造論みたいな話になってきましたね改,改造論じゃなくてですね <laughs> あの 要,要はですねあの田舎の方がカロリー高いのはまあ当たり前の話で都会に出てくるとお金がないと食えないとうん、うん、でお金がなくても食うためにはどうしたら行くんだって田舎に帰らなきゃいけない <laughs> で何も自分の田舎に帰る必要はなくて食えるところに帰ればいいっていうふうな発想すればうん、うん、そこは回るようになるんですねだからその分かりやすい例が例えばあの北海道開拓の時に開拓地に行けば食える探す土地があるっていう,うん、うん、のでみんな北海道に行って。 しまったという,うん、うん、でもそれって満毛開拓団とかも同じだから人,人を駆り立てるパワーっていうのは結局食うためだっていうふうに考えるとあの要するに北海道は当時カロリーと潜在的カロリー地帯だったので人はどんどんカロリーを目指していくわけで,す、ね、で都会はカロリーがあるように見えてもお金がないと食べられないわけですよ。でお,金はお金とお金とカロリーっていうのは その場所によって価値が変わってしまうのでいくら都会に来ても仕事がなければ食えないので、うん、<laughs> すごすごカロリーがあるところに食っていかなきゃいけないと。<laughs> なるほどなね満開拓団なんて口車に乗せられてめっちゃ行きましたけど、ええ、みんな大変な目にいになってあでもですね僕実はちょっと満鉄関係の資料を人からたくさんもらって調べたことがあるんですけど前半は豊かだったみたいですよ。 ね、<laughs> やっぱりソ連参戦してから大変ななことになったわけで、うん、いやソ連参戦というか戦争になった頃からもう大変だったみたいなんですけどうん、うん、基本的に日本人は地味にたくさん働いてたんで3年目ぐらいからちゃんと増産できるようになって良、うん、くなったっていう話でだからちょっと不思議ですよね歴史,の、うん、歴史のそういう因果なところのことを言ってしまうといろいろ問題がありますけど、うんうん、やっぱりあのうまくいってるる時は、うん、ういい感じですよね。なんかこの間もあの なんだっけあのアメリカ開拓の話でドラマでやっててアメリカ人が捨て見捨てたような荒れ地を工作して大,大畑にした人がいるとかっていう話があってそれをなんか戦争の時にアメリカに取られてしまったみたいな話もそういうふうな話があるのであのちゃんと耕してカロリーを収穫できるようにした後にすればもう何だって大丈うなんですよ基本的には。うんうんうん まあ砂漠も今緑化進んでますからね,ねえだって砂漠でメロン取れるんでしょうっていう、まあ、メロンだから取れるって話もありますけど、ねすね、<laughs> メロンは荒地に強いうん、うん、果物,果物っ,てっていいのかな,なか野菜果物的野菜って呼ぶみたいですねそうですねあのなんていうんだいちごとかもそうなんか一応、ね、なんか面倒くさい分類によるとあの、うん、幹がないものは果物じゃないらしいんでええ、あのー 草要するに草とかつるとかに入るのは、ええ、あの果物でも果物的野菜って呼ぶらしいんですね。うん、そうですね。だからスイカとか、ええ、あの、ええ、イチゴとか、ええ、メロンとか。ええ <laughs> あの辺はみんな果物的や、そうですね。っいう、まあそれはいいんですけど、ええ、で、えー、韓国韓国と中国なんですけでそういうふうになる、はい、なりますと、でだから韓国と中国は非常に今カロリーが高い状態にあって、うんうんね、まあ国力と言い換えてしまうと話がつまんなくなりますけど、うんうん、いやつまんないつまんない。一応そういうところにあるわけですよ。うん、でだけど、えー、韓国は今ちょっと危うい。 どうしたんですかでそれは国内で貧富、うん、の差が非常に開いている状態であそ,うそれこそ財閥とそれ以外というあそこあの学超学歴社会だから、ええ、大学に行かないと出世できないけどでも大学に行けるのは金持ちだけっていうえっと、ね、金持ち、まあ、優秀な人間だったら大企業に入れるんですけど、うんうん、だけど韓国は今言った通りの事情で、うん、あの 自分が搾取する側に回らないと生活が金持ちになれないんですよでできないわけすねだから大学出てエリートになった人たちはすぐ独立して小さい会社を作ってその小さい会社を大きくしようとするんですよ一旦経営する側になってしまえば経営者を守る法律が全て自分たちのところに来るのではとにかくくまそそそそううううだから起業家ブームなんですね韓国ある意味業すごい起業しやすいように今社会ができているので。 バブルのも早そうな気がするその通で、その通りですだから、韓国って今、すごいはたから見てると危ない社会になっていて、うん、それがいいのか悪いのかはま,あ、まだわからないところがありますけどうん、うん、少なくともあの小さい会社がぼこぼこできている割には潰れるのも早いいみたいな、ねうん、なんか一時期のき日本の企業家ブームみたいな、ね、そうですあの IT バブルみたいな感じですよね。うん、ただあの昔と違って で,ですね今、インターネットのおかげで全て国、うん、あの一国の韓国だけを商売相手にしているわけじゃなくて世界を商売相手にできるっていう利点があって、うん、とっても一つの会社が長持ちしている感じですねだってうちにすら同人誌を中国で印刷しませんかって中国人んそ, <laughs> そんな怖いあの <laughs> できないよ、そんなことみたいなで韓国はあれですよね。今あの 目立つところではネットゲームで、うん、半ゲームですねそう,そうですねだいぶ前からですけどネットゲームで一気にこう新しい需要を拓って、このネットゲームでお金をけるというモデルは結構難しくてですね今あの、グリーとかっていう会社もお金をどうやって儲けますかっていうのででもあれ、結局制限かかったからね。そそそうううででですすす、うん まあ当たり前なんですよ、ね、公営競馬みたいなもんですからね社交心をあおってお金使わせるっていうやつはやっぱ規制かけないとどんどんお金使ってだからうちは携帯娘持たせてないから安全だわと思っていたら、うん、敵も去るもの,あの iPhone の,あの無料アプリを与えておいてもっとやりたいなら有料版へって誘導しようとするからとにかく DNA って書いた。 アプリとグリーって書いたアプリはダウンロードは禁止みたいな <laughs> うちではそういうことになってます <laughs> あのミクシーもそうですよねミクシーアプリミクアプリっていつでいろんなゲーム出てますけど有料の有料のアイテムを持ってるとスペシャルないろんなことができますみたいな、うん、基本的にはそういうで,でもすっごいこう別にそれを馬鹿にする気持ちはないんですけども、ええ、ちょっとあまりにもスタジオの朗角すぎないかとちょっと思わなくはない、ね、いや本当にそうですよだからあの。 昔、昔非常に原始的なところは物々交換でやってたじゃないですかです、ねうん、だから物々交換は物と物の交換なんで、うん、あので見たまま交換してますけど今、電子情報だけ交換してるわけなので,で、ねうん、情報の交換で行くとそこでお金が動くと、うん、あの何の原始もない人間のところにお金が集まってくるんですよ、うんですね、要するに不労所得の形で入ってくるわけですよね。こ、うん、この不労所得っってこれが例えば産業に回ったりとか、うんうん あのちゃんとしたところに回ったりすればいいんですけどこの不労所得が今度不労所得を作るために、うん、ま知的財産権というかっこいい美名をつければそうなんですけど知的財産というか美名をつければそうなんですけどその知的財産のところに回っちゃうんですけど、うん、その知的財産っていうふうに言ってるものが、うん、あの昔だったら。うん 大スペクタクル映画超大作何億円かけましたみたいなところに行くんだけど今は一つ当たり100万円ぐらいで作りましたこうちっちゃいゲームだけどたくさん集まればあの10%の利益率でこれぐらい上がりますみたいなところにこうぐっっと回ってっちゃうんでなんかなんか悪い金融工学でも効いていたかのような年 <laughs> 金術か高金融工学かっていう。あのー 変な話ですね。はい、今、悪いやつもすごい小粒になってまして。ピコピコになってそう,そうそうそう。だからもう、こ、うん、こ、ここの最近で経済的に一番収穫が上がったやつは iPad、あの、いわゆる Apple の iPad から出てきた iPhone、うん、iPod、その類の i シリーズですね。うんうん、あれは、えっと、非常に枯れた、うんうん テクノロジーで、うんえー、とっても優秀なデザインとコンセプトでものを作って、うん、高い利益率でハードを売って、うんえー、ソフトで稼ぐみたいな,いいないそうそうと,とてもマっトなやり方だったんですよ、うん、で一応額に汗はしてますよねそうそうそう、うん、でそれで膨大な利益を上げたんですけど今,、うん、今はあの 何がせせこましいかというと、はい、100万円かけて110万円儲ければいいやみたいな仕事が5万とあってです <laughs> それをちまちまやるわけですよその不労所得を稼ぐために、うん、不労所得って言えるのかっていうのもちょっと問題があるんですけど、うん、なんかねそういう時代になったんだなっというやいやか。 わずかな部数で印税という本来プロ所得であるはずのものを受け取るんだけどあのこれは頭脳労働ではなくてもはや肉体労働では的なでも出版も原因もそうなんですけど、うん、あの一番のところは宣伝媒体の使い方で今、宣伝媒体が無料になっているところがあって昔の出版は自前で宣伝して自前で売ってっていう,こう自己システムの中に。 言っていろんな人が関わってきて産業として成立してたんですけど今はだからインターネットにポンって出してちょっと作ったゲームちょっと回収ちょっと作ったゲームちょっと回収みたいなそのやり取りになっているのが何かせせこましいなという。私はあのー 今すべての文化は分裂してるっていう考えの持ち主なんですけど企業も分裂して昆虫化つってんですけどどんどんちっちゃくなってすぐ変化に対応できるはするけどちちっゃい国もどんどん分割してるし企業もどんどんちっちゃくなってるし今の話聞いたらゲームのビジネスモデルももちろんスーパーヒット飛ばしているようなゲームもあることあるんですけど。 「ファイナルファンタジーが」が、うん、グリーダガに登場したって聞いて、うん、あとうとうあの,あのビッグネームも昆虫、うん、になってちっちゃくなって,ってうそうでこうもう端末自体ちっちゃくなって、うん、で「ドラクエも時間の問題だな」と。 いやドラクエはもともと携帯に入ってるんであのあアイフォモードでできるんでももだからちっちゃいモデルといえばちっちゃいモデルなんですけど、うん、あれは枯れたってものをまだどんどん稼がせてるという意味でいいモデルかなとは思うんですけど、うんうん、あ,あれこそ本当のプロモーシですかそう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 ですね、うん、いやでもねこう ああいう携帯ゲームに夢中になってめちゃめちゃアイテムを落とす人の気持ちがいまいちわからなくて時間があるんだと思いますよまずまず僕らはゲームに興味があっても時間がないからやってられないっていうのがありますからねびっくりするのはねこう、はい、さっきも山崎さんあの話したんですけども、ね、今の子どもたちは、ね、夢がないんですね夢がないってことはすることもないんですね、ええで 特に女の子と付き合いたいとも思わないし、ええ、彼氏を作りたいとも思わないし、ええ、漫画を読みたいとも思わないし、ええ、時間だけは膨大にあるんですよ、ええ、でだからピコピコゲーム、ええ、でこう時間を潰す時間もいっぱいあるんですよね、ええ、だからね、あのー、なんていうのそういうのにはまる気持ちは分かんなくないかといって、ええ、壮大なロールプレイングゲームをやるほどのんていうのかな、えー 継続力はなないいいいっっててううかか興味もそれはですね、うん、僕そういうのを聞くとよくそれは年寄りの繰りごとだから気をつけた方がいいモードに入っちゃうんですけど基本的にはですねあの、うん 僕らバーバラさんとか僕らの世代の子供の頃は、はい、非常に変化にあふれる時代だったんで,で、ね、だから夢とか言われるとなんかついその時代だけのことを考えそうですけど、うん、例えば江戸時代なんか行ってみたら、うん、農農家家の子供なななんんて、うん、農家になるしかないですもんね夢とか希望とかっていうレベルじゃなくて、うん、まず一日の時間のほとんど。 何もすすることないですよだから、うん、子どもは子どもだけで遊んで子守りをしてて「うん、でわらべ歌」だとか何だとかって言ってますけどあれはもう子どもが自分で遊びを作って遊んでいるっていう、うん、だってあのも,もっと分かりやすい言うと缶、うん、ケリなんてもう無限に遊べる遊びじゃないですかうです、ね、あれ絶当考えたって鬼ごは不利でしょ 確かにね、<laughs> あれは,あれはもう子供もが無限に遊ぶために作ったシステムなんでいいつまでもいつままででででもも遊んんられるんですよそれって今のゲームと何が違うんですかと,同じ全く同じだと思いますよ、うんいやあのね、別に夢がないこと自体、うん、私は別何とも思わないし娘に夢なんか持つ必要はないって、うん、あのできることをしろって言ってるんですけど、うんうん、困るのはね学校は夢を持て、夢を持てって割れて煽るの。 あの将来の目標はとか夢はないのかとかね。 たりするんだよね。またね。それね、会社も一緒ですよ。うん、今ね、会社もね。なんか自己実行。なんとかセミナーとかね。こうなんかキャリアアップの目標とかっていうのを作ってキャリア形成。そうそう、そうそう、そうそう。なんかね、こうアメリカ人のできるビジネスマンモデルを全てに表せようとすると、自分キャリアとかそういうの全部表そうとするんで、社会的に無理が来て来ちゃうんですよね。で、日本はもう今そういう時代なんでしょう。しょうがないですね。でもね あのうちの娘なんかはこう夢がないどうしようっていう悩むんですよね、うん、あのでも悩むほどのことかと思うんだけど。 書くことがないって言うと確かにお悩みならわかるんですよ、うん、学校で作文書かせたり、うん、将来何になりたいとか、うん、あと娘の高校に提出しなきゃいけない書類に将来の目標とかいちいち書いてあるのね、うん、だからねいちいち夢がないって言われなきゃいけないあの基本的にそのそういう課題を出してる大人に夢がないのにそれを出すのは難しいですよ <laughs> だからねこあの総理大臣になりたいとでも書けと言うのかってすごい思うんですよねただあのみんな幻想があって昔のこ とまあ夢があったとかって思うところあるんですよ。うん、でもね実際にその夢があったっていうのは一部の人で、うん、小学校六年生ぐらいの頃にみんなが書いてた作文とか思い出すにつれ、うん、たわいもないこと言って夢だ夢だって言ってたんだと思いますよ。うん、いやだって夢がないっつったら、私今はすごい思い、うん、夢が今はあるよ。 あ,のいやあるようなこと言ってますけども、うん、私が幼稚園保育園の時の卒業文集に書いたのは、うん、周りが看護婦さんになりたいだのコンバトラブーボイに乗りたいだのそういうこと言ってた中で、うん、私が書いた夢ってのはおじいちゃんが家に長くいてくれるといいなって書いてあるんだから。ああ素敵じゃないですか。 あ保育園だからいいよ、うん、小学校でそれを書いたらやっぱりまずいじゃないですかそれは夢ではないって言われますよいや僕、小学校の時になんか作文とかで書かされて何が楽しい思い出だったかってみんなと遊んだこととか書いてとかそういうのでちょっと変わった子だったんで僕もあんまり人のこと言えないんですけど、うんうん、でもあの、やっぱり将来設計って子どもの時の将来設計なんてさあれじゃないですか勉強に対してどうアプローチするかしかないじゃないですか。まあ あの現実的にはねそうスポーツか勉強かどっちかしかないわけで,で,も,でもさ先生としては、うん、こう作家になりたいだのス,スポーツ選手になりたいだの、うん、そういうこと書かせたがるのよだけどさ学校の先生だって学校の先生になりたくて学校の先生になった人間<あ> <laughs> すごいちっちゃい有名じゃないですかあまあまあね金八先生に憧れて先生になりましたっていう人間見るたびに ななんんてちっちっゃいやつでもあの、ちょっとね子供持つと先生ってありがたいなと思うからまたちょっとそれはあれなのかもしれませんけど<や>で、あのー、カロリー戻しますとそろそろまとめて、はいそうよちょっと北朝鮮の話でもっと先に進めて未来予測の話までしたかったんですけどちょっと今日は時間がないので,そ,で、ねえー、そうですね、はい、あの要はですねカロリーがなくて欠乏して,てるからって言ってさっさと潰れちゃうわけじゃなくて、はい、実は周りのカロリー 北朝によって大きく左右されているんだというところがありますとで、まあ、さっき言ったまさに政治の問題という、うん、で今回の場合だと中国と韓国がライバル関係にあると、うん、で韓国が危ないんで、うんえー、中国はもっとあおれという感じで、うんえー、北朝鮮をあおっている状態というふうになります。うんうん、じゃあもう他のの外国はどうなのかと言われると北朝鮮 スケープゴートにして何かやろうというのに今、すごく国力が <laughs> 足りない状態なので難しいですよね、特にアメリカは今大きな花火を上げなきゃいけないときに来ているのに、うん、花火が上げられないどころか,か選挙ですだから、えー、とアメリカっていう国は不思議な国で、うん、大統領がすでにパフォーマンスをして国民に見せないと、うん、次の大統領になれないんですね。うんうん 中東でドカンって花火上げなきゃいけなかったんですけどどっちも上げるのに失敗してるっていうのが僕の印象で。どううするんでしょだだってこのままとオバマは落選でしょうところがですね、はい、あの今度の共和党の候補ロマニーさんになりそうですけど、はい、あの人もまたいいかけんない人ではあ,、はあ、<laughs> あの人 自動車産業を潰してしてててまえっっっ言た過去があでですすねあそうですかじゃあ、ソースカンスね、そうそそうそうそううすると、あの自動車産業の労働者だか,から、労働者ユニオン、ワーカーズユニオンから票が集められないじゃないですか、あまあ、もしかして、ね、めちゃくちゃつまんない選挙になりそうって予感ですか、まあ、分かんないですよね、流れ方によりますよね、でうん、オバマさん、細かいこと見ていくと、ちゃんと実績上がってるんで、うん、細かい実績で勝負する、大きい実績はないけど、細かい実績で勝負するか。うん あとは、えー、ヒラリー・クリントンが化けて出るかですよ。なるほどね、うん、でもクリントンあの,奥の奥さんもいい加減ん、ね、年食っちゃったからね年食っても、あのー、サッチャーはいくつでなってましたっけサッチャーは若いですよめちゃめちゃう、うん、サッチャーはだって50代からずっとそれでやってるわけですから、うん、サッチャーは政権なかったですよね。なかったですよ 今映画やってて見に来たいんですけどね、すっごい。いやーあれはあ女優女優さんもいい女優さん使ってましね。メルストリップですからね。ねもうでも、うん、アカデミー賞取りましたからね、あれでね。見に行かなきゃって。また写真見たらそっかりなんだよね。<laughs> あれはもうメルリストリープがもうその雰囲気になるからですよね。何やっても上手いですよねあの女優さん。もう美人だしね,、うん、ねっていう。ただサッチャーさんはもう完全に冷戦時代の鉄の女っていう、うん、できる女性の象徴として出てきたとって。でうんうん あのイギリスでよくく出てくれましたねイギリスだからだと思いますよゴゴリゴリのの保守じゃないですかあだから鉄の女ってまさに鉄っていう、うん、あでもあと割とでも女王の国でもあるから、ええ、割と女が出やすい雰囲気はあるかもしれないですねああでも直接選挙じゃないんであそうす、ね、だからあの国民に押されて首相になったわけじゃないんですよ、うん、この人がこの党首になりましたって言って選挙はしてますけど、うん 女性を敬う文化がないわけじゃないじゃないですか女王の最初あの、サッチャーさんが首相になった時はい、うん、いろいろ、まあ、僕は当時のことちゃんと分かっているわけじゃないですけど、うん、いろい,ろ問題いろんな発言があったっていう話を聞いてます、ねうん、でも、えー、いきなり強硬姿勢でバシ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 ,バシっていうふうに政策決定してって。うんえー だって当時のイギリスなんて最悪だったじゃないですかそう,そうですよ <laughs> 最悪な時にごちゃごちゃ議論してもしょうでもねいう最悪っていうのはあの何年か経ってから決まることなんで、うん、あの頃は最悪だったっていう感じでだからサッチャーさんが頑張って国力上げてったんだっていう、ねうん、だってもうロ,ローソをバリバリね強硬にローソと戦ったっていうのはしかも戦争までしてね、ええっていう。 そそうでですこま要するに世界が今そういう時代のところでカロリーを上げなきゃいけない花火を上げるためにどうするかっていうところだったんだけど上げるところがなかったというところで今、アメリカはとってもかわいそうな状況に EU は今、難しいですよね、本当に EU はとにかく金融危機をなんとかしなきゃいけないっていう。しかも やっぱりドイツにオウムに抱っこってことでいいですかね。えっとですね、E. U. の問題はですね、うん、あの江戸時代の日本と非常に近い関係があって、うん、カロリー論的にはですね、うん、あくまで。うん、あの E. U. っていう非常に一つの国が独立して、国国国って分かれているにもかかわらず。あの金融、お金も全部、うん、統一国家に統一にしちゃったじゃないですか。うん、で、それによって、実際の国力に見合わない。うん 金券まあ、地平を手に入れたた国がいいっっぱい出てきちゃったわけですようん、うん、そこで不均衡が起きてしまって経済バランスが悪くなっているとうん、うん、で本当はさっき言ったみたいに経済のバランスが悪くなった国はそこの労働力をもっとカロリーが取れるところっていうかもっと家電が稼げるところとかにどん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 動かさなきゃいけないんだけど国っていう国境があるせいでなかなか人が出ていかないうん、うん、それは僕らがあのふるさとを出て働きになかなか行かない東京には行くけど東京で食えなくなったとまた。 田舎に戻っってててきてしまうっていうといそのシステムと全く同じ現象が今 EU でで起こってるんですよだから、もしギリシャの人とかあの辺の人が俺はもっと働きに出なきゃいけないからとりあえずドイツに行ってドイツで成功してくるよって言ってドイツに行ってくれれば相対的にギリシャのが保たなきゃいけない国力っていうのは少なくて済んで経済的にはうまくいく可能性があるんですけど。今は ギリシャに住んでる人は、うん、俺だってあったかい海のそばで暮らしたいもんって言ってるんでうん、うん、なかなか人が動かないっていう、うん、そこが問題なんですねじゃあギリシャカロリー低いかってことはそんなことないんですよ、うん、だって海岸でのんびり暮らしてっても、うん、あの地中海の海の幸、うん、あのオリーブが取れてっていうのでカロリーは非常に高いんですよ非、うん、カロリーが高いから人は動かないと。うん そこがまさにあのカロリー論的に説明するとカロリーが高い田舎に金融機関はやってきても人が飢えないというところに大きなポイントがあるとということです、うん、国がなくなる可能性はあるわけですねただカロリーが高いので人は動かないと、うん、だから経済の貧しさと生活の貧しさは違うというのがカロリー論で言えることで。ですよね,ねだって アルゼンチンとかあの辺の国なんてもう国は破綻寸前なのにガブガブワイン飲んでそれは何で起きるかっていうとカロリーっていうのは実は保存できないっていうところに一番大きなポイントがあって、うん、だからお金は保存できるからお金はどん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 高く,くたくさん貯まったり流通したりするんですけどカロリーっていうのは消費したらなくなるし時間が経ったら勝手に腐ってなくなっちゃうんですよ、うん、だからカロリーがたくさんある地帯っていうのは生活とってもしやすいんだけど、うん お金,がお金とはは完全には絶対リンクしないいっていうだからさっきの国力っていう言葉に,うん、うん、に対して言うべきことだとある,あるとするならば国力っていうのは経済力だったりそういう産業だったりとかいろんなのあるんだけど、うん、その中のカロリーっていうのは時間が経ったらなくなっちゃうものだっていう,うん、うん、いつかなくなってしまうと確実になくなるっていう、うん、でちょっと間際で申し訳ないんですけど、うんはい、あのー。 いつか石油っていうカロリーの方の話もしてほしいです、ね。ああ石油、石油いいですね。えー、だって、あれ湧いてるだけじゃないですか。ああ石油の話はもっと面白い話がいっぱいありますね。あのー、だって、庭から湧いてるから、単に裕福なだけでしょ、うん、あの辺。えっと、そこはですね、ああ、なんかなんとなくなりそうですけど。じゃあ、あの、あいわゆる石油メジャーっていう素晴らしい組織がありまして、そこの話と、ペックと。 のの絡みっていうのがあるんですねでそのあたりにあの石油の再建化っていうのがまた今度くっついてくるっていう、うん、石油の話はまたあれもカロリーはカロリーなんでそうですねだからそ素朴な素朴な石油時代っていうのとその,後の、うん、あのガスいわゆる車時代のガソリン時代がやってきてっていう話とは全然違う話なのでそうかあの石油のあれが金がどんどん取れるようになったのはあれですねあの 自動車とか,の後とうのあかそうですね自動車でも、はいわゆるガソリン文明がやってきて石炭の時代あまり関係がなかったわけですねああ石炭もあるんですけど石炭とガソリンの戦いっていう時代もあるんですけどやっぱガソリンの方が最終的には要するに石炭取るのが大変になっちゃったんです,です採掘自体が。 石油も同じうはいてでね今は取るのが大変な時代になって埋蔵量はあるんだけど取れないっていう時代を経て今の微妙なバランスができるわけですね。はい、というわけで、えー、今回は。えー 板谷さんにはね面白い歴史チャンネル番外編ということでちょっと未来予測をすると言い,いながら予測まで行きませし、えーはい、の話だったんですが <laughs> あの北朝鮮は今後も <laughs> 今後も多分だらだら続くだろうという話になってしまいましたいやでもすごい面白かったんで、はい、全然俺的には結構でございます <laughs> というわけで、えー、5時間半お届けしてきました評論放送ですけどもそろそろお開きの時間となりました確か第 次回はまだ、えー、ちょっとスタジオの予定がわかんないんですけど「面白い歴史チャンネル」は確か2日か3日かどっちかだったよねいや3日だと思いますあ 3, 3日、はい、じゃあ多分3日だと思いますなので、えー、その時をまたお楽しみにしてください、あのー、板谷さんはね今回4月3日は出られないんですけれども、はい、えー というわけで、えー、評論放送をこのたにしいいと思います、えー、渋谷のユーストリームスタジオからお別れいたしますというわけで皆さん次回まで時々私もあのポッドキャストとかやりたいなとか最近思ってるんですけどいや最近なんか忙しくて板谷さん会社とか忙しくないですかこの間も忙しかった僕、あのー 産業のお米を作ってるところなので半導体メーカーってあの産業のお米ですけど半導体はあの新製品のラッシュに合わせてものが動くんで季節労働者みたいに忙しかったりするのは決まった時期にこう忙しいとじゃああのあれじゃあ年末だからってわけではない わ、ねあのー、かりやすく言うとボーナス商戦に間に合わせるためにものを作らなきゃいけないんで今、今もう夏の話をしてるわけです私たちがもう夏のコミケの話をしているじですね <laughs> 同じだから年、ね、2回サバンチック忙しい時期がやってくるという。うな,ねうん、なるほどというわけで、はい、渋谷のユストリームスタジオからお別れしたいと思います。また、えー、近々、えー このご覧のチャンネルでお目にかかりましょうというわけでさよならさよならありがとうございましたさよなら